Social Consciousness Com website writes as follows. Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past has been mistranslated, changed, altered and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Today we are going to look at an alternate version of our history, a version that was recorded across many ancient tablets and artifacts throughout time, which have only recently been uncovered. 社会意識カムウェブサイトは次のように書いています。私たちの歴史は私たちが思っているようなものではない。つまり私たちの歴史は過去数千年もの間ねじ曲げられてきたと。人間の歴史は現実に合わせるため誤訳され変えられ手が加えられねじ曲げられてきた。そしてその結果説明できないものをそのままにしてきた。私たちは今こそもう一方の側にある歴史に目を向けるべきではないのか。この30395では画家たちの残した謎について考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。Pablo Picasso never painted God, with an exception of Guernica, because he did not know what Guernica was, and he might have been a puppet artist of Jesus Christ after 1900 years.パブロ・ピカソは生涯においてゲルニカ以外に神を題材にした絵を描いたことは決してありません。なぜならパブロ・ピカソはゲルニカが何の絵であるか知らなかったからではないでしょうか。と同時にパブロ・ピカソもまた1900年後のイエス・キリストの操り人形であったからではないでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。パブロ・ピカソは生涯においておびただしい数の絵画を描き残しています。今皆さんにご覧いただいている絵画がその絵画の一部です。が、パブロ・ピカソは生涯において一枚の絵画を除いて神あるいは神を思わせる絵を描いたことはありません。そのことはこれらの絵画を見ていただければ皆さんにも納得していただけると思います。が、パブロ・ピカソはゲルニカを描いた。そしてそのゲルニカの中には神々が描かれていた。その証明はこの続く動画の中でしますが、となるとパブロ・ピカソはゲルニカの絵が何の絵であるか知らなかったということになります。ここが今日のポイントです。パブロ・ピカソすらもですね、ゲルニカが何の絵であるか全く知らなかったということに
なります。つまり言い換えると、あのゲルニカは1900年後のイエスによって描かされた絵であるという私の説を裏付けることになります。さらに言い換えると、パブロ・ピカソ自身も1900年後のイエス・キリストの操り人形であったということになるのではないでしょうか。皆さんの目でしっかりと確認してください。決して私が選んでここにパブロ・ピカソの絵を紹介しているのではありません。ランダムに選んでここに紹介しています。これらの絵の中にはゲルニカを、あるいはゲルニカの中に描かれている神を思わせる絵は一枚もありません。1937年にピカソはゲルニカの絵を発表していますが、その前にも後にもパブロ・ピカソは神、もしくは神らしき人物をテーマにした絵を一枚も描いていないのですが、パブロ・ピカソはゲルニカを発表した。そしてその中には神々、もちろんイエス・キリストも含まれていますが、神々の絵が含まれていました。これをどう考えたらよいかということですね。つまり繰り返しになりますが、パブロ・ピカソ自身もですね、ゲルニカが何の絵であるか知らなかったということになるのではないでしょうか。言い換えると、パブロ・ピカソもあのゲルニカを1900年後のイエスによって描かされたということになるのではないでしょうか。このゲルニカの中には2016年以後、私林博士が発見した事実ばかりが描かれています。その事実については続く動画の中で説明しますが、結論として言えることは、ピカソ自身もその絵が何であるか知らなかったということ。言い換えると、ピカソ自身も1900年後のイエスの操り人形であったということになるのではないでしょうか。 Bye for now. Regarding Guernica by Pablo Picasso, an art historian, Patricia Fehling, said, The bull and the horse are important characters in Spanish culture.Picasso himself certainly used these characters to play many different roles over time. This has made the task of interpreting the specific meaning of the bull and the horse very tough. Their relationship is a kind of ballet that was conceived in a variety of ways throughout Picasso's career and etc., etc.This fact indicates that Pablo Picasso himself did not know what Guernica is and why he painted Guernica and for what. It is a very strange story, isn't it? I, Hiroshi Hayashi, however, can show you the answer here in this video. And before everything, the man right down isSaint Jerome, or God himself, about whom, as I say here, Picasso did not know as a matter of strangeness. ピカソの代表作であるゲルニカですが、ピカソ自身もその絵が何の絵であるか知らなかったようです。大変奇妙な話ですが、そのためゲルニカの解釈には定説がありません。この動画の中ではゲルニカが何であったかを説明しますが、その前にゲルニカの右下に書かれている人物が聖ジェロームであり、つまりは1500年後の神そのものであったことを説明します。広志林浜松セリジャパン。もう一度最初から
画面を見ながら説明します。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。一応戦場のゲルニカの様子を描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。パブロ・ピカソ自身がある雑誌社のインタビューに答えて、私にも何の絵であるかわからないというようなことを語っています。それはともかくも、この右下に書かれている人物が誰であるかをまず説明したいと思います。どこか変わったポーズをしていますが、この人物と同じポーズをとっているのがダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームです。左右反転してみます。そのポーズはセント・ジェロームのポーズと一致します。体のラインを注意深く追いかけながら比較してみてください。同じです。となると左の人物は、これはセント・ジェロームということになりますが、それだけではありません。右のセント・ジェロームが、そのセント・ジェロームの左手に持っているものに注意してください。私、林博士はこれを石と判断しました。なぜセント・ジェロームが石を持っているかですけども、これはセント・ジェロームではなくて神です。神のみが石を持っています。誰が石持て打てるだろうか。神のみが打てる、マタイ伝の一節から取ったものです。だからこの人物は聖ジェロームではなくて神自身ということになります。今拡大してみましたが、石を持っています。そして左の人物もどうやら石を持っているようです。指が5本描かれていますが、その5本の他にもう一つここに何かあるということになります。私、林博士はこれを石と判断しました。指が5本に石です。注意深く見てください。すなわち左の人物も石のようなもの、あるいは石を持っているということになります。繰り返しになりますが、石を持てる人は神のみですが、パブロ・ピカソはそうした事実も知らないままこの絵を描いていた、イコール描かされていた、あるいは描いて与えられたということになるのかもしれません。大変奇妙なことですけども、パブロ・ピカソ自身もですね、このゲルニカが何の絵であるか知らなかったという点に注意してください。その答えを皆さんに話す前に、今日作りました動画をどうかご覧になってください。2018年12月2日の作品です。 Bye for now。
Ladies and gentlemen, it's my great privilege that I can show you our Lord and Savior, Jesus Christ, to you, all good people in the world.Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed and it helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナチスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林浩が発見し、林浩しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。
つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広し林浜松シティジャパン。前もって話しておきますが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。ルカ・シヌレリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになります。しかしそれは今日のポイントではありません。ルカ・シヌレリはたくさんの絵画を残しています。そのルカ・シヌレリの描いた絵の中にこのような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか実像であると判断しました。ミラノのセムシ男とも呼ばれていました。ミケランジェロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林博士は判断しています。ミケランジェロ自身は彫刻をしていませんでした。ともかくもここに描かれている老人は誰かということになりますが、一応セントジェロームということになります。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームとそしてシヌレリの描いたセント・ジェロームは同一人物です。それもそのはず、元の画家は一人、1500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。比較してみてください。これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります。痩せこけて、そして独特なポーズをしています。今赤くて囲ったのが本物、そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになります。こうして並べてみるとこれらの人物が同一人物であることがわかります。まあ、このような形でルカ・シヌレリなる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しました。つまりこれが1500年後のイエスの実像ということになりますが、それも今日のポイントではありません。セント・ジェローム、4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖、ドクター・オブ・チャーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしています。セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけども、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの中に描き込まれていました。by 林博士発見です。で、そのセント・ジェロームは、まあ、神とも言えない。しかし、人間とも言えない。つまり、デミゴッドである可能性がぐんと高くなりました。左がシヌレリの描いたセント・ジェローム、そして右がダ・ヴィンチが描いたセント・ジェローム、まあ、このような独特なポーズをしている点に注意してください。まっすぐには立てなかったものと私林博士は判断しています。で、
顔を比較してみると、ひげのあるなしはありますが、これら両者は全く同一人物であることが分かります。そして右のダヴィンチなる画家が描いたセント・ジェロームは、ダヴィンチが他に描いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレリが描いたセント・ジェロームとダヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかしこのラム族は13個あります。その細い頸椎を支えるために、首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない腱が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダヴィンチが描いた、解剖図ということになっています。骨格に注意してください。つまり右のセント・ジェロームはシノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。でこの人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で、瞳であることに注意してください。つまりこのような形でダヴィンチも、そしてミケランジェロも、ここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴッド、半神半人であることを示しています。もう一度この解剖図を見てください。この顔と、そして右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてください。そしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます。骨格も一致していきます。つまりセント・ジェロームは少なくとも人間ではなかったということになります。縦線一本だけの瞳に注意してください。で結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中に描き込んであったというわけです。となるとこのゲルニカの中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。この絵の中には下の方に処刑で殺されるイエス、そして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて、向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。 by 佐藤森本です。そしてこの手の甲に注意してください。この手の甲には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖痕がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なお こうした事実を発見したのは私、林博です。つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになります。
これが処刑されたイエスです。そしてもう一人右下に、セントジェロームが描かれています。セントジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。そのポーズと先ほどお見せしました、セントジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左は、ダヴィンチなる画家が描いたとされるセントジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に後方に伸ばしています。左がセントジェロームですから右もセントジェロームです。バイ林博士発見です。でこのような形で、ピカソはセントジェロームを絵の中に書き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、トーチを持っているイエス・キリストがいます。ということはこの絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説 by 林博士ということになりますが、それについては今後さらに検証を重ねていきたいと思います。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返しますその爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われていますが、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうならピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのもその絵の中には私林博士が発見し、林博士しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林浜松シティジャパン。ある著名な美術評論家は
次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では林博士方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。ついでですが、14という数にはもう一つ別の意味があります。7+7、つまり7、7を組み合わせると77になります。77というのはユダヤ・ゲマトリアによればキリストを意味します。そのことをミケランジェロも知っていたのでしょうか。システィーナ礼拝堂の天井画ですけども、中央にイエス・キリストが位置します。そしてその下に77という数字が隠し文字の形で書かれています。77、つまりキリスト、ここに描かれているのはキリストだよという意味になります。話を戻します。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央にドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角、そしてその上の膨らんだ部分、そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。となると、この右の人物はイエス・キリストかというと、待ったということになります。つまりトーチを持った像といえばニューヨークの自由の像ということになります。
自由の像もやはり統治を持っています。つまりこれはプロメテウス、ディオニソスをモデルにして作られたプロメテウスということになります。その証拠にこの統治を持ったこの人物のこの今赤丸をつけた部分に注意してください。この部分に左に拡大していましたけども、ここには7本の光線が描かれています。7本の光線です。つまり自由の像の7本の光線と一致します。つまりここに描かれているこの人物はイエス・キリストではなくて、実はプロメテウスということになりますが、そのプロメテウスはサンタ・アポリナレ・ヌーボーのイエス・キリストが持っている統治と同じ統治を持っている。なぜかなぜか、その理由はこの動画の最後につなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。では左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくとわかります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す。その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。でもう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図はアンギャリの戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。アンギャリの戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラ・システィーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな
動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュター、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなくセント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家ルカ・シノレッリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり右下に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになります。で最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私林博士は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますが、これは魂絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物は替え玉のバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。もう一度皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス、処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。そのトーチ、シンボリックなトーチを持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーのトーチと一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。
カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林浩が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうか。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。私林浩氏はノーコメントです。では最後に中央やや右よりドアの中からトーチを持って顔を出している人物が誰であるかについて再検証してみます。これは先ほども言いましたように2つの説が考えられます。イエス・キリスト自身あるいはプロメテウスということになるわけです。で、私はやはりこの人物はプロメテウスと判断しました。やはりトーチを持って、そして上の人物の頭に注意してください。この丸の丸で囲んだ部分には7本の光線が描かれています。それを拡大してみたのがその左です。ここに7本の光線があることに注意してください。つまりパブロ・ピカソはこのような形で7本の光線を描いたということは、この人物はプロメテウスということになります。自由の像のモデルとなったプロメテウスということになります。となると、なぜこの人物はサンタ・アポリナレ・ヌーボーのイエス・キリストが持っているのと同じトーチを持っているかという謎が湧いていきます。繰り返しますが、これらの事実はすべて私林浩が2012年以後に発見したことです。パブロ・ピカソが知る由もなかった事実です。で、このトーチを見比べてみてください。同じであることがわかります。なぜか、その理由は簡単です。サンタ・アポリナーレ・ヌーボー聖堂のモザイク画として描かれている左の中央の人物は実はイエス・キリストではないからです。このことは私がブッダの謎を解いているときに発見しました。その一部をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。となりますと、この人物は誰かということですけども、言うまでもなくゾロアスター教のゾロアスターということになります。これで謎が解けました。つまりこの中央のイエス・キリストはゾロアスター教の統治を持っているということになります。そしてそれをパブロ・ピカソがゲルニカの中で表現したということになります。これで廃科教で、つまり、パブロ・ピカソのゲルニカとゾロアスター教、そして自由の像とつながります。では続く、動画ブッダの謎の一部ですけども、それを切り抜いて貼り付けておきますから、どうかご覧になってください。3人のマギ、
イエス・キリスト降誕の時にですね、三人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が三人の間儀ですよね。三人の賢者、あるいは三人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、間儀です。ところがですね、この間儀という言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。間儀というのは前もって話しておきますと、例えばマジシャンの間儀ですね、まあ、マジックの間儀ですね、まあ、そうしたその魔法あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこの間儀だそうです。でその間儀なんですけども、その間儀という言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、二度しか、まあ、歴史上、まあ、現れてこないと言いますか、記録に残っていないと言いますか、そういうことなんですよね。で一度は、ゾラスター教の教典の中に出てくる間儀です。でもともとゾラスター教というのは間儀教と呼ばれていたみたいですね。なその後待ってますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。でもう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残る間儀です。その間儀というのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくる間儀ですね。で別の文献によりますと、紀元前500年以前には二度しか出てこなかったと書いてあるあります。ともかくも、ペルセポリスとそれからゾラスター教の教典の中に間儀という言葉が出てくるわけです。でその間儀なんですけども、固有名詞なのか、いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。でいろいろ調べてみますと、ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっとあの発音の仕方は分かりませんけども、マグス、いわゆる、まあ、スターゲーザーですよね。いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマゴス、 GOUS だったと思うんですけど、ちょっと今あの手元にあの資料がありませんので、ここはあの記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。でそれはいつそのようにどのようあの解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについてはあの疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるストダーナ・ゴータママギと出てくるわけです。すなわちマギのストダーナ・ゴータマというふうに出てくるわけです。となるとその場合のマギは単数形でなければなりませんよね。ストダーナ・ゴータマという 単数の人ですからね。でストダーナ・ゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方はどこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのはその後ですね、ヘロドゥトゥスという、まあギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよ、ね、同じ話ということはペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドゥトゥスの方が後のその後の人ですから、当然ヘロドゥトゥスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、ヘロドゥトゥスが使ったマギというのはどこから来たかと言いますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのをそのマグスのマゴスのいわゆる複数形であると、まあ、そういうふうに、まあ、書いて、まあ、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。まあ、言い換えますと、マギというのはマゴスと読むでしょうね、マゴスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実として、まあ、分かっていることはですね、紀元前少なくとも紀元前500年以前にはですね、
マギという言葉は歴史上二度しか表記されてないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る碑文、その中にはストダナゴータママギ、あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけれども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギでマギがそこで、歴史を初めてと言いますか、その2回で登場してくるわけですけれども、もう一度繰り返しますと、マギというのはもともとはいわゆる、アナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。でそのもともとはそれはマギ教と言われていたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレイとなるわけですね。ミレイというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。でそういった形で、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人のマギというのは何かということになってくるわけです。もちろんキリスト降誕の時にはやってきた3人のマギというふうになってまして、その3人のマギがですね、イタリアのサンタアポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で3人の人物が書かれているんですけども、この場合は向かって右から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス1世であることは私林博士が証明しました。となるとその前の2人は誰かですけども、順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、例えば私は当初ですね、この3人というのはいわゆるペルシャの、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる、メソポタミア、バビロニアのですね、王の辺全体を、ペルシャというふうに、当時は言ってたんでしょうね。でそれが現在のイラン、イラクというふうになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの古名、イラン人はイランの古名だって頑張ってますけどもね、ペルシャという地域において最初に、蔵につくのがカンピュセス、キュロス2世ですね。その息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、槍持ちですよね、槍持ちがカンピュセス2世を暗殺して蔵につき、そして同時に、ストダナゴータマを悪人だとして、いわゆる強奪者として、追い出して、そして自分が522年に、蔵にペルセポリスで蔵につくわけです。そういう流れにあるわけですよね。で、そのダリウス2世が、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダレウス1世ですけども、それがですね、いわゆる、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとあり得る話なんですよね。ダリウス一世はただのという言い方も失礼かもしれませんけども、やり持ちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折にそのカンピセス二世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス一世が蔵につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけれども、当初ですね、そのサンタアポリナーレ・ヌーボー寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目がというごめんなさい、1番目がカンピセス2世、そして2番目がストダナゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけれども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる最も最高位の位にあったストダナゴータマになるわけです。いわゆるマギですからね。マギというのはスターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではディンゲルという神ですからね。で、神と対話ができる人という意味で、そのストナルゴータマが第1位になっている、考えても当然ですよね。でその後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは様相ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリジア帽をかぶっているところ、それからトゥーキッシュマントですね、を着ているところ、模様まで一致しますからね。ダリウス一世のね、衣服の模様まで一致しますから、それはダリウス一世で間違いないわけです。そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがストダナゴータマ、そして2番目が、カンピセス2世、3番目がダリウス一世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは一番先頭に立っている人は、
まあ、結構年配と言いますか、爺様風ですよね、私のようにね。で、2番目が若いですよね。で、3番目がダルフス、これは間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、まあ、マギの人だな、ゴータマであるということになるわけです。で、2番目のそのカンビセス2世、これはあの大変な暴君でしてね、あのカリギュラ、それから、まあ、あのエリザベス、エリザベスじゃなくてマリアですね、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね。ちょうどルネさん1500年の後半にあのイギリスであの強制的にね、あのプロテスタントを改宗してカトリックに改宗したブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最もなんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の一人がカンビセス2世なんですよね。ですからまあそれほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタアポリナレルンボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これがまあ私はスザナ・ゴータマで、であると判断しました。マギです。そして2番目がカンビセス2世ですね。そして3番目が一番左ですけども、それが、ダリウス一世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、まあ、マギというのが固有名詞か、いわゆる、まあ、あの一般名詞かですけども、まあ、固有名詞としてしまうと大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。ブッダの話が続きますが、ここで最初の話に戻ります。このサンタ・アポリナーレ・ヌーボー聖堂の左の壁画の中央の人物はイエス・キリストではなくて、もともとはゾロアスターであった。それをまあ長い歴史の中でですね、イエス・キリストにまあ書き換えられたということになります。モザイク画ですから、まあ簡単にできるということですよね。で、この、パブロ・ピカソの、ゲルニカの話に戻りますけども、やはりこの中央やや右寄りにトーチを持って描かれている人物はプロメテウスということになります。髪の毛が7本、そして下の自由の像の光線も7本ということで、これはですね、やはりイエス・キリストではなくてプロメテウスということになります。それはまあこの、結論ということになります。以上、パブロ・ピカソのゲルニカについての謎解きをしてきました。後の判断は皆さんにお任せしますが、2つのポイントがあります。1つはパブロ・ピカソがあのゲルニカを描きながらも、それが何の絵であるか自分自身も知らなかったということ。2つ目のポイントはですね、2012年以後に私が発見した事実があのゲルニカの中に描き込まれていたということです。この2つをつなぎ合わせますと、実はパブロ・ピカソもまた1950年後のイエスの操り人形芸術家であったということになります。